So if you can tell me how you originally came up with the original idea for Weathering With You. このアイデアのきっかけを教えてください。いくつかあるんですけれども、一番最初は特に日本で、ここ数年間夏ごとにすごく激しい雨が降るようになったことですね。気候変動の影響をはっきり感じますし、夏ごとにとても、大きな水害が起きるようになってきていて、今天気をテーマにした映画を作るべきだという気持ちにさせられました。他にもいくつか、インスピレーションの元になったものはあって、例えば、この映画を作り始めた時にトランプ大統領が誕生したんですね。そういう政治状況を見ていて、何かこう多数の人の犠牲になる、誰かの物語というものを作ってみたいという気持ちにもなりましたし、あるいはそうですね、映像的なインスピレーションとしては、雨の日に東京の街を歩いていて、雨で真っ黒に湿った街に、もしここに白い服を着た少女が一人ポツンと立っていて、彼女だけに光が差し込んでいくというビジュアルを見ることができたら、それはすごく美しいんじゃないかとか、そういうビジョンがあったこととか、そういういくつかのインスピレーションが元になっています。Do all of your ideas, do they tend to come from images, or is it you more inspired by factual events like the climate change and Trump? ですか？そうですね。僕はイメージよりは文字であったりとか、そのセリフであったり、状況が先に来て、そこから映像を作、そこからこう映画を作っていくことの方が多いので、ですから。実際に起きているクライメートチェンジやその政治的状況であったりとか、それをじゃあエンターテインメントの物語として組み立てるにはどういうふうにしようとか、そういう、そうですね、文字ベースの物語から、主に組み立てていって、そこから、絵を、そこにふさわしい絵はどういう絵だろうということを考えていったというプロセスでした。 The themes of like young love and distance are reoccurring in your work. Do you draw from any personal experiences?What is it about these themes that resonate with you so much? 僕自身の経験を、アニメーション制作のヒントにしているわけではないと思うんですね。それよりも自分自身が10代だった時に、多くのアニメーションや、漫画や小説に救われたという気持ちが、強く残っていて、そのことが自分に今このようなアニメーションを作らせているんだと思います。かつて若い時に自分に影響を与えてくれたことと同じようなインパクトを今の若い世代に届けたいという気持ちが強いです。 Would you ever consider making a live action film? 自社映画を作ることは考えたことありますか？よく聞かれるご質問なんですけれども、多分アニメーションを作るのに必要なスキルと実写に必要なスキルは全く違うものなので、自分にはとても作ることができないなと今は思います。興味がないわけではないんですが、ちょっと自分の手には今は負えないんじゃないかと思っています。 Weathering With You, there were almost like a darker side of Tokyo that was captured compared to the Tokyo in your name. Did you consciously try to make it different to your previous film? 意図的にコントラストを2作品の間でつけようと思ったわけではないんですね。それよりも今回の映画は、穂高という一人の少年が、自分の居場所を自分の力で発見していく物語にしたいというふうに思いました。ひなであったり東京であったりが彼にとって自分自身の力で掴んだその自分のための場所になっていく物語なんですね。そういう物語を作ろうと思った時に、東京のこう明るい側面だけではなく、裏側に住んでいるような人々を描く必然性のようなものが、映画の中に出てきました。It's become phenomenally successful. Last time I read it was the seventh highest grossing domestic film of all time in Japan. What is it, do you think, that makes it connect with such a wide audience? どうしてなんでしょうね。例えば天気をテーマにしたことというのが、今見るべき映画として若いお客さんに受け入れてもらえたのだと思いますし、あるいはそうですね、こう少年が社会から少しずつドロップアウトしていってしまう話なんですね。大切な人を守るために社会と衝突して、対立して、少しずつその社会のメインストリームから外れていってしまう少年の物語なんですけど、そういうこう、
自分は多数派ではないという気持ちがもしかしたら今の日本の若い観客の中には、同じような気持ちが彼らの中にあって、そこにこの映画のストーリーが響いたんじゃないかと、自分としてはそうであったらいいなというふうに思っています。 And how did the casting process go? Was that a, was it a quite a long arduous process or was it easy?キャスティングは、どんな感じだったんですか、はい、だいぶ時間かかりましたか、それとも見つけやすかったですか。キャスティングはとても苦労しましたし時間もかかりました。結果的に主役の2人に選んだ、2人の役者さんは日本ではまだそこまで有名ではない新人の2人になったんですね。ただ最初から新人を探していたわけではなくて、有名無名含めて、まあ、2000人近くの人からオーディションをして、慎重に選んでいった結果、この映画を託すことになったのが若くてまださほど有名ではなかった2人です。その2人に1ヶ月以上の時間をもらって、とてもじっくりゆっくり、芝居付けをさせてもらって一緒に映画作りをしていきました。主役の今回の2人のキャストと巡り合わなければ天気の子はこれほど若い人に響く映画にはならなかったような気がします。Did the story and characters evolve throughout when you got involved with the actors? Did it change much? Or was it as was originally written? そうですね、その2人をキャスティングした時点では、まあ、アニメーション映画ですので基本的には映像の多くの部分が出来上がっていましたし、当然、脚本も完成していましたので、ストーリーそのものは変化はしていません。ただストーリーは変わっていなくても、やっぱり同じセリフであってもどのように言うかで全くそのキャラクターが変わってくると思うんですね。ですので、2人に出会わなければひなは今のひなではなかったし、穂高は今の穂高ではなかったなと、そこは強く思います。 And、I've heard, I don't know if I'm correct here, but I heard that this is going to be the first anime released in India and you helped get it released. Could you tell us a little bit how you went about that?で本当の話が分からないんですけど、はい、インドで初めてアニメ映画が公開されたって伺いますが、はいはい、その話を、はい、日本映画として、その日本映画として正式にインドで配給された映画は天気の子が初めてだというふうに僕も聞いています。それはインド の, 高校生の少年が始めた署名によって実現したんですね。今まで彼らはインド の, 若いアニメーションのファンたちは、まあネットの配信でしかアニメーション映画を見るチャンスがなかったわけです。彼らはもっと映画館の大きなスクリーン、素晴らしい音響でアニメーション映画を見たいとずっと願ってきました。そのために署名集めを高校生が始めて、5万人の署名を集めてインドでの正式な配給が決まったんですね。実際に僕もインドを訪れたんですが、あまりの彼らのその熱狂ぶり、歓迎ぶりにすごくこうびっくりしました。こんなふうにこう強烈な歓迎を受けたのは、インドがどの国よりも本当に強い歓迎でしたので、感動して、インドに初めてアニメーションを持ってこれたことにすごく今誇りを持っています。 Final question I think is how do you, what are your feelings about the upcoming live action remake of Your Name that's planned? 実写、君の名前の実写に関する気持ちはどう思いますか。はい、最初にハリウッドで映画化されるとニュースを聞いた時には驚きました。この映画をどうやって実写にトランスレートするんだろうと、でそこから興味がだんだん湧いてきました。どうやってハリウッドの人たちがこの映画を新しい形に解釈してグローバルに届けようとするのか。今僕はハリウッド版の脚本は読ませていただいているんですが、とても良いものになりつつあると思います。完成はまだおそらく先だとは思うんですが、僕も一観客としてその完成をとても楽しみにしています。 Thank you very much for your time. Thank you. Thank you so much. Ladies and gentlemen, you're watching Hey You Guys! Hey You Guys, huh? Is that from the Goonies? Nice. Hey You Guys!